はいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございますアナウンサー瀬川です。スターウォーズバトルフロント2マルチプレイやっていきたいと思います。今回使うのはアサルト、ヘビーやねオフィサーがこの強い現環境ヴァンガードを弱くされたアサルトは果たして輝けるのか。私はアサルトを諦めないということでアサルトを使っていきたいと思います。キルストリークヴァンガードでヴァンガードでね敵を倒せば倒すほど、時間が補充されるのでこれでボコボコにしていきたいと思います。そしてタフアップと、スマートイオングレネードとね、まあでもイオングレネードじゃなくてなんだっけアサルトトレーニングでも良さそうな気もするけどね。さあ行きます。これでも本当難しいんだよな。さあどっちから、そっちか、この裏にいる、よし OK、 ワンダー、ほい、あと一発、よし OK。 さあ時間は補充できなかったね、よし OK。 そこにいるね、いないか、あそこにいるのか、下がったね。さあこれ以上前には行けないから、よし回復して、近接戦闘に移行する、いるかな、いるわ、すぐに配置に戻る、失敗、これは無理、ただタレット置いたから、ほい、おっと、どうでしょう、 B1 ユニット起動。なかなか本当ねヴァンガードってすごい息飲むんですよね、ハラハラする、スリルがすごいからさ体に良くないよねさあガンシップいるな、アサルトはガンシップマジでどうにもできないからね、ヘビーさんにちょっとお助け願うしかない、飛行機呼んでもいいけど、ウェー、アサルトのスコアさ絶対上げらんないよね、オフィサーに普通に負けるよね、なんかそこが納得いかないよね。でもねそこなんかどうにかうまくできないのかなっていう、死ぬ死ぬ死んでしまう、 OK、 危ねえ、さあ中に入って、ほい、よし OK、ここになんか投げ込まれたら即死、そうタレットをバカスカバカスカ置いてきやがって、損傷は許容範囲だ、よしやってくれ、もうちょいでイオングレネード溜まるから、そしたらよし、ほい、よいしょ、オッケー、ここに行った人は、ああクソやれない、やっぱ若干ダメージは低くなってるね、今の絶対倒せたもんな前だったら、さあ頑張れ頑張れ、ありがとう、大丈夫か、いやマジでガンシップスなんという強さ、驚きの強さ、ヨーダにバレたかな、バレたくさい、
さあそっちから撃つな。隣接戦闘に移行する。ほい、オッケー、刺せるか。よいしょ。あーやっぱ弱い、やっぱ遠距離は無理。回復してサンキュー。そこにいるよね。パレット置いたかな。置いてなかった。うわ、ヨーダじゃん。ヨーダじゃないこれ。ほんともう恐怖だよ。まあでも結構抑えてるね。大丈夫大丈夫、なんとか100のままフェーズ2に行きたいよね。まあだからあと40チケットか。ほんとフェーズ2つらいからね。そこか。回復。嘘でしょ。輸送車に構造的ダメージ。さあどうにかして。おっと、まさかあんなところに行ったと。要衆を仕掛ける。さあヨーダ無視して、後ろになんで俺の方来んの。輸送車にヨンブラストがヒット。なんて卑怯なやつなんだ。ダースモールが強敵と分かった瞬間、弱い方の俺を狙うなんて。何がジェダイだ。さあまあ3分の、うん、まだ全然あるわ。1輸送車頑張れ。さあみんなで叩けば怖くない。緑のおじさん、みんなで叩けば怖くない。このガンシップマジでどうにかしてほしいな。協力して戦う。後ろにいるね。アンダープログラムをロード。はい、さまたヨーダだな。何回ヨーダに殺されんのこれ。前これのレイ版があったな。永遠にレイに殺されるやつ。グレネードを使う。よいしょ、お疲れ。そこに今いたやつはこっち来るか、それともやられた。よいしょ。輸送車にダメージ。さあでももういけるだろう。よし急げ急げ急げ、皇帝陛下についていく。さあフェーズ2はもう俺のイオングレネードの天下だからな。さあ皇帝陛下がボコボコにしてるね。よし OK。 フェーズ1は予定より16秒早く完了した。さあ中央から行こう。フェーズ2の準備を開始せよ。そうほっ、あれ意外とタレット置いてない。全ユニット突入しろ。よし、サンキュー。ほい。グレネードだ。おーし、オッケー。よし、オッケー。レイは無理。すげえ今いい感じだったのに。お、これはいけるんじゃないかと思ったら。出た、あの戦いたくない女。そう、まあでも皇帝が入ってるからね、これは取れるかな。ほい、さあタレットでも置いてくれ。おしょっけ、そこは頼む。おしょっけ、スタッフアップ。よし、オッケー。あーそこにイオングレネード投げ込みたかった。人生、よーし、ラストフェーズ、なんとかチケット100のまま。さあここからもヒーロー祭りだからね。
ヒーローがいかに敵を倒せるかで勝敗が決まってくる。あそこのタレット俺がもう壊します。上にルーク、よし、 OK。 さあベイダー卿と一緒に行こう。あ、親子対決がすごいいい感じ。さあ親子対決に水を差すやつを俺が殺そう。あ、ベイダー自らやってくれましたね。さあ一気に裏に行って、あー、これは間に合わないな。いや、やべ、ヨクザの名に到着。俺より抑え。さあ来た、見せてやれ。さあカイロレンはね、フレンジーで HP を吸収できるようになりましたから。ただほぼもうめちゃめちゃ微弱だし、そんでフレンジーを4回できるようになりましたね。4連撃、はい、はーい、へい。さあただすぐ死ぬからね、気をつけないと。さあよいしょ、ほい、へい、はい、フリーズ。お父さんごめんなさい。よいしょ、はい、来る、はい、フレンジー当たってねー、全然当たってなかったね今。さあ一旦帰ります。お父さん倒したかな。さあこれでちょっと本当にしっかり見たいんだよな、フレンジーで HP 回復してるところ。はい、よいしょ、うん、どうだ、しっかり見ないと分かんなかったな今。はい、よいしょ、うん、どうだ、しっかり見ないと分かんなかったな今。ただヒーロー2人ともソロとレイは瀕死にさせたから多分倒せたんじゃないかな。どうだろう、ほい、とりあえずこう4グレネード投げれば誰かしらタレット置いてるから吹き飛ぶからね。厳しいな、ここはボスクがいいな、多分ボスクと、まああれもいいけどねあのボバフェット。そう、キルストリークで突っ込む勇気はねえな。よし、もうちょいでやれる、ほい、よし。さあ誰か回復くれたら嬉しいな。ここはもうアシッドにした方がいいかな。ちょっとさすがにここでキルストリークで走り回るのできたらめっちゃかっこいいけどね。さすがにそれは難しいんじゃないか。さあよいしょ、一旦下がります。よいしょ、 OK。 まあ無理だよね、ちょっととタフアップを、あ、そっか、イオングレネードと代わりに、このままでいいか。じゃあリチャージにしようかな。そしたらそんなでも暇あるか、下手したらもう終わっちゃうぞこれ。そう、中ばっかのあれが、誰かリチャージ持ってない、誰かオフィサーリチャージをくれ。いねえオフィサーがいねえ、いつもあんないのに、こういう時だけいないんだ。よし、リチャージバンガンですよ。やばいな、なかなかこれ入れてないね多分。これオーバータイムになるだろうから、おっと、すげえ入り込んでる、オフィサー。いや結構これ厳しいぞ、
あー、アイデン邪魔。リチャージくれ、リチャージ、リチャージくれれば俺が活路を開く。あー、負けた。さあ、ということで今回はヴァンガードをね、諦めないという動画でございました。皆さんもね、諦めずにヴァンガードを使ってあげてください。まあ、ヘビーが異常なほど強いですけどね。ということで今回はここまで。次回アップデートでアサルト強くなる。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。